成虫だよ、全部。ファールの旗が。ダイダマシ。ファールはダイダマシ。そうです。いやいやいや、人は2つの世界があって、物理世界と、情報の世界っていうのがあります。はい、じゃあ、物理世界は何ですか、うち。え、物理世界今の現状というか、今の起きてる、そう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 、現実世界でしょ、現実世界、この目に見えてる世界でも、そう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 、じゃあうち情報世界は姿形がないもの。イズリンの方がなんか滑りしやすい。え、言ってる？言ってる？未来っていうか、脳の中。要はイメージの世界。妄想とかイメージの世界。イメージの世界。イメージでも世界作れるじゃないですか。妄想とか。こうしたいなとか、ああなったらいいなとかは自分の情報から得られる世界でしょ。で、情報から得られる世界だから、情報だから逆に言うと知らないことは世界を作れない。知らない世界は作れる、だって知らないからイメージ湧かないでしょ。でもこれって何かの映画なんだ、何でしょう、何年前だ、8年10年ぐらい前、マトリックス、Yes、これマトリックス世界と一緒だ。これマトリックス世界と一緒で、マトリックスみんな見た？見てない？見た見た。あ、じゃあいいよ、見たこと全然話そう。まぶち帰ったら見て。見たくなる。見たくなる。見たくなる。なんか普通の世界あったでしょ。ネオと誰だけ戦ってるの。人言われると分かんない。キアヌ・リーブスが戦ってる、ではなんかあの自由に動いてる世界。はい、頭に思い描ければ、そうそう普通の世界、そうそう普通の世界がこっち、こっちこっち、あこっちこっちで、なんかあのウニ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 の子が襲われてるのあったでしょ、宇宙船の中で。がこっち、うんうん、はいはい、じゃあ眠ってるのか、そうだからなんかさ、ね、あの普通の世界なんか電話の中でこうビービー飛んできたじゃん、もう全然覚えてない。絶対一回見てみて、もう一回がどっちかっていうとこのイメージの世界、イメージの世界ってめっちゃ強かったじゃん、うん、強かった。で何か覚醒した瞬間に強くなったりしたじゃん、確かに。だからイメージだから急に強かったりするので、現実世界で強くなったことないんだけど、これはマトリックスしようで、知らないっていうことはイメージがさっき言ったようにできないから、知るってことがすごい大事だ。で、赤ちゃんって何も知らないでしょ。ハイハイしてると壁なのにゴンっていっちゃうの。だから壁って概念知らないの。
い覚えたな。覚えたんでしょ、はい、でも一瞬話すと思っちゃうからね、こんな時多分わけかんないでしょ言われたけど、言われたけどもみたいでしょ、思い出したみたいな、うん、あのね、結構ミックスさせてるから今もう1回目でもう一気でもう全部いっちゃおうと思ってるから。概念をとかこういろんなものをこう知らないように認識しないと概念を認識しないと結局何もできない。子供が小学校2年生で書けないんだっけ。だよね、小学校2年生がいて掛け算は分かんないけど僕らは分かるでしょ。僕らは掛け算はできるじゃない多分でもよくあるのが親がなんでこんなの分かんないのっていう現象は、親は知ってるけど子は知らないから、子は要はそう掛け算の概念をよく分かってないくて認識してないから分かんないのに、親は知ってるから分かってると思っちゃうからこう言うんだけど、でも子供からすればいや分かんないもんっていう話なの。でも多分俺らも知らないものっていっぱいあるじゃない NBA 選手の感覚とか分からないでしょ。でも NBA 選手は分かるわけでしょ。だから僕らよりバスケットが上手い人がよく言うのが、え、なんでこんなのできないのっていう状態。でもなんかこう感覚とか分かんなくてもイメージができたりとか、イメージができるとか、知ればイメージができるの。イメージができればとか、イメージが明確になればなるほど後でできるようになる。でこの情報世界と物理世界に関しては、情報世界の方が先に行ってる。例えば、このペンを取りたいと思うから体が動くわけでしょ。ペンを取りたいっていう情報から、情報から物理世界の取りたいの取ることになる。 0.00 何秒とか遅れて、多分だから絶対に情報世界が先行しているのが物理世界の現状で、あ、人はそうなる。だ、何をやるにしても物理世界が先になることはほぼない。ほぼない。じゃあ、先に、ね、物事が上達する順番は、まぶち説明できるでしょう。物事が上手くなるよ、上達するっていう順番が絶対あるの。最初は意識してできるようになる、うん、そう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 。意識して、まあ一番初めの段階は無意識で動いてる。で、無意識で動く、初めの無意識で動くは何も考えないで動いてるから再現ができない。では無意識で動くんだけど、再現できないもの。で、でもこれを再現したいから意識的に今度は動き出すことが第2段階で、でも意識的に動くと考えて動くから、よいしょ、考えて動くから動きづらくなる。で、
多くの、何か物事を上達しない人っていうのは大体ここで嫌になってやめちゃう。これが2の時に考えて動くから今まで動けたことが動けなくなる。でもそうすると結構ストレスが溜まって嫌になる時があるんだけど、大体こう嫌になってやめちゃう人が大半で、でもその時は成長が結局ここで動きづらくなるから結構こっちに戻っちゃう、やめちゃうと。でこれを頑張ってこの壁を越えた人はまた無意識に動ける。でこの無意識に動くっていうのが今度こっちになってくると再現性が可能な無意識。なんでかっていうと、ここは情報世界と物理世界が一致あんまりしてない状態で勝手に動いちゃってる感じ。反射で動いてるんだけど、で今度こうする時に情報世界と物理世界で、情報世界を先に動くと物理世界が後から遅れて動くから遅くなっちゃうんだけど、これを続けてるとその情報世界と物理世界がどんどん近づいてくるから、パッて見た瞬間に体が反射的に動くんだ。それが上達。考えて動くから、この時って緊張してるの。体が緊張してるの。でもこっちって、もう反射で動いてるから緊張してない状態。で上達を言語化するとこんな感じ。納得するでしょ。でもみんなこれになる、絶対これに。ね、一気の時だいぶこれになったもんね、みんなね。でもなんか3、4ヶ月ぐらい超えてくるとこれになってこない。なんかイメージと動きがリンクしてくるでしょ。質問してもいいですか。どうぞ。バスケやってたら大体みんな今もう、うん、僕中高今大学は遊びだったんですけど、うん、なんで3番で多分普通にシュート打ってると思うんですよ、うん、無意識に普通にシュート打ってるんですけど、うん、でもシュートフォーム変えたいなって今思うじゃないですか、うん、そしたら1の無意識じゃないじゃないですか、もう今、うん、なんか違うステップになるんですか。これが繰り返される。もう一回2に戻るだけですか。そう、意識して動かしたいわけじゃん、次は、はい、ってことは、これがこっちになってくる。あ、なんか試合で緊張するのもじゃあ2ってこと。そう余計なこと考えるから、ね、でも事例がないから、試合に出たこと、試合経験がないってよく言うでしょ。試合経験がないっていう人は試合で動いた事例がないから、うん、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃってなってる状態で、多くの中学生とか高校生、さっき言ったように6年間とかやってるのにあんまりうまくならない子っていうのはずっとこれ大人になっても考えて動くことができない人が多すぎる。
で考えて動いた時に動けなくなるから嫌になっちゃう。だから僕に脱落したことじゃあそれはそうだと思ってちょっとできないから。でもこれが分かるとこうやって伸びてくるじゃん。でもう一回ここ来るって言ったじゃん。ここ来た時に楽しくなってくるから。あのこれを超えたらこれになるのが分かってればここになるのはそんなに苦じゃなくなってくる。マムッチがさっき言ったみたいにマムッチこれをすげえ繰り返してるからね。それでだんだん楽しくなるでしょ。楽しいでしょ。苦しいのがちょっと楽しいでしょ。でも殻破ったら違うのが分かってるじゃん。ねえ